F1 で多くの革命的なマシンを生み出し、多くの栄光をつかんできた名門ロータス。その壮絶な撤退までのエピソードをご存知でしょうか？皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は名門ロータスが最後に輝きを見せた1992年から1994年の撤退までのエピソードと、当時のマシンについて解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。F1 で多くの栄光をつかみ、革命的なマシンを多数生み出してきた名門ロータスですが、80年代後半からは慢性的な資金難に陥り低迷を続けていました。1990年から91年にかけて大きな体制変更を行い、再建を図ったチームですが、数年落ちの設計を引き継ぐマシンは戦闘力がなく苦戦、資金不足も解消されず、91年はコンストラクターズランキング10位と、かつての名門の姿は見る影もなく低迷していたのです。チーム再建のためロータスの株式を買い取り、さらには無給でチームマネージャーの座についていたピーター・コリンズはこの年、名門復活を果たすため動き出していました。この年、非力なジャッド EV エンジンに不満を持っていたコリンズは、より戦闘力の高いエンジンの確保に奔走。一時は日本のイスズが試験開発していたエンジンをテストするなどしていましたが、最終的には V8 のフォードコスワース、HB シリーズのカスタマーエンジンを確保。供給されるのは1年落ちのスペックではあったものの、1992年にロータスに搭載される HB シリーズ5を搭載したベネトンは、91年には優勝も果たしており、ジャッドに比べ大幅な戦闘力アップになることは間違いありませんでした。さらに、ロータスは資金不足と体制変更によるドタバタから、なかなか新車を投入できず、設計の古い102を2年間使い続けていましたが、92年に向けては新車、107を製作。名門復活に向け着々と準備が進んでいたのです。107の設計を手掛けたのは、91年の途中まで、レイトンハウスであのエイドリアン・ニューウェイの後任を務めていた、クリス・マーフィーでした。マーフィーは、レイトンハウスのひどい開発設備に嫌気がさしており、離脱を考えていたところ、コリンズからオファーを受け、この年ロータスに加入していたのです。すると、当時最小限の体制で運営されていた、ロータスの環境を見たマーフィーは、大幅な立て直しが必要だと感じ、レイトンハウスから多くのスタッフを引き連れていき、その中には後に長く F1 で活躍する、あのジョック・クレアも含まれていました。開発に着手した当初は、フォード HB エンジンの搭載が決まっていなかったほか、当時のロータスでは風洞施設やオートクレープも持ち合わせておらず、なんとかウィリアムズから譲り受けた 25% スケールの風洞を使用して開発を進めるという厳しい環境でした。マシンはマーフィーがかつて設計したレイトンハウス CG911 を思わせる空力設計を随所に取り込み、旧式化していた先代の102に比べると大幅な進歩を遂げる形となりました。さらに107ではロータスとしては87年の 99T 以来の採用となるアクティブサスペンションを搭載。これは全てを油圧で制御していたかつてのフルアクティブ式ではなく、パッシブサスペンションにライドハイトコントロールを組み込んだセミアクティブ式で、ロールはモノショックで機械的に制御、ピッチコントロールをアクティブユニットで電子制御するという構造でした。エンジンは V8 のフォードコスワース、HB のシリーズ5。カスタマースペックながら軽量コンパクトで成熟しており、安定した高パフォーマンスが期待されました。さらにチームは、シーズン途中からフルアクティブサスとセミオートマチックトランスミッションの投入を予定して開発を続けているとし、段階的に大きなアップデートを行う算段だったのです。1992年を戦うドライバーには、ルーキーながら前年構想を見せたミカ・ハッキネンと、91シーズンの途中から起用されていたジョニー・ハーバートを起用。こうしてロータス復活をかけた92シーズンが始まっていくのです。そして迎えた1992年、
ロータスは開発の遅れていた107のつなぎとして、前半戦を先代マシンを改良した 102D で戦い、第5戦サンマリノグランプリから107を投入しました。しかし、チームは早速問題に直面します。大きな武器になると思われていたセミアクティブサスが、熟成不足で全く使い物にならず、システムを切って戦うことを余儀なくされたのです。結局、107の大きな特徴の一つだったこのセミアクティブは、シーズン後半になってもグランプリの予選や決勝で使用されることはなく、後半戦ではシステム自体を外して走行。さらに、予定されていたフルアクティブサスやセミオートマの採用も中止されるなど、107の電子制御開発は不発に終わったのです。しかし、素性の良い特性を持った107は、ハイテク装備がない状態でも速さを見せました。前半戦は102のパフォーマンスの低さで予選落ちまで経験したロータスでしたが、107投入後の第8戦フランスグランプリでハッキネンが4位、ハーバートが6位に入りダブル入賞を果たすと、翌第9戦イギリスグランプリではハッキネンが2戦連続の入賞となる6位フィニッシュ。時にはフォードワークスエンジンを搭載するベネトンに迫る走りを見せるなど存在感を見せたのです。ハッキネンは第11戦ハンガリーグランプリでも再び4位、その後も2度入賞を果たす走りを見せ活躍。ハーバートはフランスグランプリ以降ポイント獲得はなりませんでしたが、終盤戦の日本グランプリで一時3位を走行するなど時折速さを見せました。チームは最終的に13ポイントを獲得し、コンストラクターズランキングは前年の10位から5位まで躍進を見せ、名門復活の兆しを見せたのです。翌年以降のさらなる躍進を期待させるロータスの走りでしたが、懸念材料もありました。チームは前年の途中からあのローレンス・ストロールが設立したトミー・ヒルフィガー、92年の途中からカストロールと大型スポンサーを獲得していましたが、相変わらず資金不足は解消されず、92年も厳しい予算管理を強いられており、高いエンジン代金を節約するためレースウィークに数機のエンジンを使うこともある当時にフリー走行を数周で切り上げさせ走行距離を節約したり、レースを走り切ったエンジンをテストで使い回すなどしていたほか、エンジンには独自のオーバーレブ防止システムを取り付け、レブリミットを超えてシフトダウンができない仕組みを導入、エンジンブローを防いでいました。そんな極限状態のチームに不安を抱えていたのが、後半戦で光る速さを見せたハッキネンでした。ハッキネンは翌年もロータスと契約済みでしたが、満足にテストもできないチームの将来に不安を感じていたのです。そんな中、ウィリアムズがハッキネンの引き抜きを画策。翌年復帰が決まっていたアラン・プロストのパートナーとして白羽の矢を立てたのです。しかし、コリンズはハッキネンの契約を主張し、ウィリアムズに約13億円の違約金を要求。結局交渉が長引いたこともあり、これは破談に終わっていました。しかしその後、エースであるアイルトン・セナの契約が不透明だったマクラーレンが、ハッキネン引き抜きを画策し、最終的にはロータスを離脱。チームは躍進に貢献したエースを失うことになったのです。そんな中、チームは翌年も107を改良した 107B を続けて使用。さらなる躍進を果たせるか注目が集まっていたのです。1993年にさらなる躍進を目指したロータスは、前年高パフォーマンスを見せた107を改良。中でも最大の変更は、前年投入を断念したフルアクティブサスとセミオートマの導入でした。この年の 107B に搭載されたフルアクティブサスは、4輪それぞれが独立し、油圧でサスペンションの動きを制御。これに伴いフロントのモノショックサスも、左右が独立して動く形式に変更されました。そして、この年の F1 ではレギュレーションが大きく改定されたため、それに伴いマシンを適合。リアタイヤのトレッドが18インチから15インチに縮小されたほか、フロントウィングの最低地上高は40ミリ以上引き上げられ、マシンの前幅やリアウィング幅がそれまでより制限され、スピードの抑制が図られる形となりました。ドライバーには離脱したハッキネンに代わり、ジョーダンやミナルディでスポット参戦の経験があったアレッサンドロ・ザナルディを起用。新シーズンに挑んだのです。しかし、この年は満を持して採用したフルアクティブサスが裏目に出る形となります。
フルアクティブサスは最適なセッティングを見つけることが難しく、熟成のためには多くテストが必要でしたが、慢性的に資金難が続くロータスの運営状況では、十分なテストを行えず、システムの熟成が全く進まなかったのです。さらに、新規定に対応したフロントウイングに重大な設計ミスが見つかったことも、パフォーマンスに影響を与えていました。ドライバーの2人は、そんなマシンに悩まされながらも、第2戦ブラジルグランプリではハーバート4位、ザナルディ6位でダブル入賞を達成。翌第3戦ヨーロッパグランプリでも、ハーバートが連続で4位入賞を果たし、なんとか踏みとどまっていました。しかし、中盤戦では熟成の進まないマシンのグリップ不足に悩まされ苦戦、ノーポイントレースが続いていたのです。その後、ハーバートがさらに2度の入賞を果たしたことで、なんとか12ポイントを獲得し、ランキング6位に踏みとどまりましたが、アクティブサスの不発から成績は足踏みする形に。ハーバートはシーズン終了後、穴を掘ってこのアクティブカーを埋めたい、とコメントし、アクティブサスのパフォーマンスを批判したのです。しかしそんな中、F1 では翌1994年の大幅なレギュレーション改定が決定。アクティブサスを含む電子制御システムが軒並み禁止となり、電子制御技術で遅れを取っていたロータスにとっては、上位チームとの差が縮まり追い風になると見られていました。するとロータスは、94年から搭載するエンジンを、無限ホンダの V10 エンジンに変更。無限ホンダは90年のホンダのチャンピオンエンジンである RA100E をベースとしたエンジンをチューニングしてフットワークに供給していましたが、本家ホンダから提携先の見直しを通達されたことで新たな供給先を探していたのです。コリンズは立場の弱いカスタマーチームを下に見るようなコスワースの待遇に不満を感じており、新たなサプライヤーを求めていたほか、無限ホンダと関係を築くことで後に復帰するだろうと見られていたホンダのワークスエンジンを得られる可能性を考え、無限へのスイッチを決断したのです。マーフィーによれば、この時の契約は無限と本家ホンダの両者と交わしたといい、事実上のワークス契約であったと見られています。そしてこれにより、エンジンが V8 から V10 に変わることになり、ロータスは V10 エンジンの特性に合わせた新車、109の開発に着手していました。しかし、開発が思うように進まず、94年の開幕にはとても間に合わない状況だったのです。そこでロータスはつなぎとして、107B からハイテクデバイスを取り払い、無限ホンダ搭載に合わせて改良を加えた 107C を製作。107をベースとしたマシンは3シーズン目を迎えることになったのです。しかし、この選択はさらなる悲劇を生みます。V8 の搭載を想定した107に、無理やり V10 エンジンを搭載したことで、マシンは深刻な剛性不足が発生。最終的にはこれを補うためにシャーシを補強しますが、これが重量増を招き、素性の良い107の特性は打ち消されてしまいました。さらに、パワーは向上したものの、HB に比べてかなり重く、重心も高かった無限ホンダエンジンの対応に苦慮。前年からリアタイヤの幅が縮小されていましたが、そこに前世代のホンダエンジンをベースとした重いエンジンを搭載したことで、リアタイヤのキャパシティ不足が顕著に現れてしまったのです。結局、この年のロータス 107C は、ハイテク禁止によって上位との差が詰まるどころか、逆に低調なパフォーマンスを生み、前半戦はノーポイントと苦戦を強いられたのです。さらに、負傷したザナルディに代わり、前年の終盤戦からシートに収まったペドロ・ラミーが、第4戦モナコグランプリ後のテストで大クラッシュを起こし、重傷を負うという悲劇に見舞われるなど、散々なシーズンとなっていたのです。こうした状況の中、第5戦スペイングランプリでは V10 エンジンに最適化した新車、109が投入されますが、この年の F1 では重大事故が多発、シーズン途中に車両規則が大きく変更される、異例の事態となったことが災いします。109が投入されたスペイングランプリでは、リアのディフューザーの寸法規定が変更されましたが、不運にも109は、規定変更前の寸法で最適なく売り機バランスになるように設計されており、開発時に想定していたパフォーマンスを全く発揮できなかったのです。
第12戦イタリアグランプリでは、無限ホンダが翌年に向けて開発していた新設計のエンジンを前倒しで投入し、ハーバートが予選4番手を獲得する走りを見せていましたが、レースではアクシデントに巻き込まれリタイア。後半戦に入ってもノーポイントレースが続いていました。そしてこの頃、ロータスはいよいよチーム存続の危機に立たされることになります。この年、メインスポンサーのカストロールを失ったロータスは、資金繰りがますます悪化、前年まで使用したフォード HB エンジンの使用料を滞納しており、その額は約20億円にも上っていました。HB エンジンの製造を請け負っていたコスワースは、しばらくこれを生還していましたが、この年のシーズン終盤になると、未払い金の支払いを求めロータスを提訴。法的措置に踏み切る形となったのです。しかし、コスワースにはある思惑がありました。前述の通り、ロータスにエンジンを供給していた無限ホンダの陰には、本家ホンダの存在がありましたが、これに関連して、ホンダがロータスを傘下に収め、資金面で救済する話が進められていました。コスワースは、ロータスにホンダが介入すれば、チームから未払い金を回収できるだろうと考え、滞納に理解を示していた姿勢から一転、訴訟に踏み切ったのです。しかし、コスワースの目論見は外れ、ホンダのロータス介入は破談。ロータスはこの訴訟により破産宣告を受け、イギリス高等法院の財産管理下に置かれることになったのです。管財人はハーバートの高額契約を、フラビオ・ブリアトーレがオーナーとなっていたリジェに売却するなどしましたが、それでも問題は解決せず、ロータスの翌年以降の参戦が不透明な状態に。結果的にかつてロータスと共に F1 の歴史に残る名エンジンを生み出したコスワースが延命を続けていたロータスにとどめを刺すという皮肉的な結果となったのです。シーズン終了後にはかつての F1 王者ジェームス・ハントの弟であるデビッド・ハントが管財人からチームを買い取り他チームとの合併や出資者を募るなどロータス再建を主導しましたが実現せずチームの参戦継続に向けた動きは難航。マーフィーは95年用のマシンとして新車112を製作していましたが1995年1月ついにチームの全従業員が解雇されロータスの F1 参戦継続を断念することが発表されたのです。しかしその後もチーム再建を諦めなかったハントはパシフィックにロータスの名義を貸して同チームがパシフィックチームロータスの名でエントリー。そのままパシフィックとの合併の可能性も模索されましたが、パシフィックもこの年限りで F1 から撤退。ハントは96年にロータス単独で復帰を目指すためスポンサーを募るなど、活動を続けましたが、いずれも実現せず、長い歴史と伝統を誇るチームロータスは、とうとう F1 から姿を消したのです。F1 で多くの技術革新を起こし、歴史に残る名車を幾度となく生み出したチームロータス。その歴史は何ともあっけない形で途絶えることになってしまったのです。いかがだったでしょうか。今回は名門ロータス消滅までのエピソードについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますのでよろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。